リーグ全体でも低かったので、はい、今日のそこのディフェンスリバウンド1回取っていきたいですよね。さあここムーニー続いて決めていきました。さすがですね、はい、うまく修正してきています。スペースを作ってシュートを放っているというところ。さあ富樫からムーニー、さあムーニーエンドオープンから決めくれました。まるで広島がやったプレーを。エンドラインからの再開です。ムーニーから富樫、さあここジョン・ムーニからトライ、そしてまたムーニーでした。そしてムーニー、スミス、昨日は25得点の活躍。ムーニー、このミドルシュート落ち着いて決めました。いやー、さすがですね。はい。一歩に変わってムーニーが入ってきます。さあ、富樫からムーニー、スリーポイント、決めましたー。いいですね。はい。ポケ敷いてきてましたね。はい。2、3の形。はい、ゾーン敷いてきてますね。さあ、これエルボーからのムーニー。この位置は、でメイヨに預ける。メイヨから中、佐野原がいたがムーニーのブロックショット。ジャリン・エドワーズから佐野原、緩急を使って飛んでいってムーニーだ。いやー、いい合わせでしたね。はい。富樫、ビッグロー、ムーニー、佐藤から、佐藤富樫からムーニー繋がった。素晴らしいですね。はい、今このオフェンスの形っていうのは、はい、いきましたけど、ね、原選手素晴らしいディフェンスですね。ハードなディフェンスを見せていく。このパスが乱れたルーニーとそこはやっぱ対応していきたいですね。そう考えてもスクリーンがありました。そしてこの位置ムーニーに送ってトップオブザキー、これは大きなスリーポイント。